の兄弟ブログで出しておきますね。ありがとうございます。じゃあ木村兄弟の挑戦というところで、はい、挑戦はもうしません。矢戸口さんの番手で、番手で、はい、弟の龍一さんがとにかく、そうですね、最初なんで、うん、まあ、ちょっと勢いづけられる、うん、なんか2、3着までには入れるように頑張ります。実際この兄貴のタイガさんと G1 に一緒に来れるっていうのは、あ、そうですね、まずでも目標ですよね、うん、まあ、同じ回戦になって G1 で一緒になって、まあ、まずはコツ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 結構積み上げていった、本当ですね、一歩一歩って感じですよね、僕の場合は。なんで、まあ、これからまた上がっていけばいいかなって感じです、うん、結構そのタイガさんは早かったというか、そうですね、はい、出世していくのがスピード早かったですか。弟さん来られてますので行くだけですけどね。ど先行だったからですね。ないですよね、うん、まあ全然まあでも志村兄弟ここにあるというのはね、ないないそんな、そんなでもない。安駅浩二に教えないと、ヤヒコでちょっと準決勝負けてたでしょ。え、マジっすか。負けてました、7着かなんか。鍛えなきゃダメ、鍛えなきゃダメ、頑張りますか、うん、ダービーでいいところ見せて、一着取れるに頑張ります。僕ら、はい、追っかけます、頑張って、お願いします。ありがとうございます。よし、志村兄弟頑張ります。